第17回ユーロビジョンソングコンテストは1972年3月25日にスコットランドの首都エディンバラのアッシャーホールで行われた。制作 BBC 英国放送協会。プレゼンター女優のモイラ・シアランは英語とフランス語を使用。音楽監督はマルコム・ロックキャーだがイギリス代表の演目の指揮はデビッド・マッケイが務め。 フランスのフランク・プールセルは14回目となった。放送時間1時間45分。アッシャー・ホール前年優勝国が開催するという決まりだが、モナコは史上唯一の機会を逃すことになった。当初、TMC テレモンテカルロは開催に意欲を燃やしていた。しかし、同局にはキー局としての設備がなく、資金も不足していたため、 オアーティフ、フランス国へ放送に援助を仰いでいた。が、その話し合いが不調に終わってしまったため、開催を断念せざるを得なくなった。エブ欧州放送連合では、2位のスペインや3位のドイツに代理開催を求めたものの辞退されたため、4位の BBC が浮上したのだった。イギリスでの開催は、通算4回目だが、イングランド以外での開催は、この回が唯一。 18カ国となった。内数字は参加回数ほか衛星放送、ケーブルテレビを通じ以下10カ国へ配信。アイスランド、ギリシャ、イスラエル、ブラジル、日本、香港、台湾、フィリピン、対会場左手壁面に演目が拡大投影された。これが大会史上初のビッグビジョンの仕様となった。前年からの方式に変更はなし。審査員は2名。 各審査員は演目を鑑賞し全曲に5段階評価の採点。すぐに集計に回されるというもの。ただし審査員は会場内ではなく1キロメートル離れたエディンバラ城大ホールで中継を見た。優勝はルクセンブルク代表ビッキーの思い出に生きる。作詞のイブ・ドスカは前年優勝曲の明日に夢見ての作者でもあり2年連続で 優勝曲を書いた初めてのライターとなった。同曲は多言語で録音され、フランス、スイス、ベルギー、オランダ、南アフリカで1位、全英シングルチャート2位、北欧各国でトップ10入りしたほか、マレーシアでも8位を記録。全世界で600万枚を売り上げるユーロビジョン市場の大ヒット作の一つとなった。言語が、イコール、アイルランドゲールゴアワーズイコール、 クロアチア語マウントイコール、マルタ語イイコール、イタリア語 A イコール英語ランイコール、オランダ語テンイコールスウェーデン語西イコールスペイン語ドク、イコール、ドイツ語ダクイコールノルウェー語フンイコール、フィンランド語フツイコール、フランス語ホイコール、ポルトガル語各曲の歌詞については以下を参照のこと、ディガルースラッシュを思い出に生きるフランス語英語版、フランス語版。ありがとうございます。